コラボ最強弁護団にとっては、不利になる裁判例が生まれました。少し前に、愛媛農業アイドル自丸訴訟が話題になったのを、覚えていますでしょうか。2018年10月、愛媛の農業アイドルとして活動されていた、当時16歳の女性が自丸しました。女性の遺族が弁護士と共に、提訴記者会見を開き、自丸の原因は事務所のパワハラと重労働、という趣旨の主張をしました。そして遺族の主張を信じたマスコミが、ほとんどそのまま情報を広めました。しかし、後にとんでもないことになります。遺族は会社と社長を訴えますが、一審で敗訴、二審でも敗訴、2023年1月に敗訴が完全確定しました。逆に社長と会社が、遺族に対して訴訟を起こしており、2月28日に判決が出ました。東京地裁は名誉毀損の成立を認め、遺族と弁護士に合計560万円の支払いを命じています。つまり、事務所のパワハラと重労働のせいで自丸した、と訴えていた遺族側が、その後の裁判で負けまくっているわけですね。また遺族側の弁護士は、わざわざ大きな会場を借りて、マスコミ関係者を100人以上呼んで会見を開いています。この件、なんだか既視感がありませんか？そう、コラボ最強弁護団による、白紙のリーガルハラスメント会見と、なんだか共通点が多いですよね。高橋雄一郎弁護士の見解を紹介します。弁護士が何人も並んで、記者会見で一般男性等の名誉を毀損するのって、許されないですよね。敵視事実が虚偽だった場合は、目も当てられない。弁護士が何人も並んで一般男性の名誉を毀損。頭が、暇空茜様のツイートから引用します。記者会見で名誉を毀損するなんて、本当にひどいことだと思います。司法がそれを認めてよかったと思います。本当に、提訴記者会見で名誉を毀損するなんて、ひどいことだと思いますよ。その場でありもしないことをでっち上げるとかね。何回未審ですね。すっとぼけ。提訴会見で一般男性の名誉を毀損するなんて許されないだろ。ドン引き、デイリー新潮の記事がよくまとまっているので、重要な部分のみを一部引用します。しかし、あの記者会見に出席した弁護士たちは、事実無根の内容を、あたかも根拠があるかのような断定的な口調で述べ続けた。それを会見に出席したマスコミは信じ込んでしまい、一方的な報道をしてしまったため、佐々木社長に甚大な報道被害が生じてしまったのです。4年半の戦いで佐々木氏が失ったものは甚大であった。テレビの影響力はすさまじく、事務所には全国から批判の電話が殺到、SNS ではパワハラ社長、人丸氏、というワードとともに佐々木氏の顔写真が拡散されていった。毎日死を考えたと振り返るほどの絶望の日々だったという。取引先は激減し、10人いた従業員は2人まで減った。自丸した少女が所属していた農業アイドル愛の恥アールズも解散に追い込まれてしまった。昨年12月に続く今回の勝訴を受け、佐々木氏の顔にようやく笑顔が戻った。だが佐々木氏は勝訴したからといって遺族を攻撃することもなく謙虚な姿勢を貫いている。メディアに対しても理解を示した上でこう訴えている。私は報道の世界については素人ですが、それぞれの会社に事情があるのはわかります。でも私は報道に携わる一人一人の良心を信じたいのです。あとこの件は当時宮根屋も特集を組んで取り上げていたんですが、遺族側が敗訴した件については取り上げてません。やっぱ宮根屋ってクソだわ。統一教会の件で称賛してからの熱い手のひら返し。セブンナイツのリガハラ会見に関しては、それ言って大丈夫なのと思うような発言が結構あったので、今後の暇空茜様の裁判がどうなるか楽しみですね。弁護士も苦言を呈していましたからね。提訴会見でいろいろ言うと名誉毀損が成立する可能性があるって。まあセブンナイツの発言はちょっと行き過ぎていたので、農業アイドルの件の判決の影響はあまりないかもしれませんが、最後までご視聴ありがとうございました。